SP 水曜劇場をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。ショートストップ熱あるいは融合を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。ここからではわからないですが。原子力がうんうんってね、熱い戦いが繰り広げられたとか、慣れないとか。はい、ですね、慣れましたね。僕らね、みんなでね、今度次は時間の本公演が7月に。なんと、なんと、なんと、衝突以来の本公演、ね、1年以上空いてしまったんですが、はい、上野ベイリッツのアパート、7月29日から31日あと迎撃と書いてありますね。東京池袋のね、はいはい、東京芸術劇場という、野田秀樹さんで有名な、うん、劇場に、劇場です。久々にあの人数もたくさん出てくれて、19人ですね。がっつりわーっとやりますね。わーっとした ね、こちらのね、ブルガーコフ、ミハイル・ブルガーコフの作、東野ベイリッツのパートですね。おそらく日本初演、初演だってことなんですね。そうなんですよ。すごいなんかはちゃめちゃで面白い音楽とか、うん、動きとかもどんどん入って、うん、脱いだり抜いてるし、まあちょっとまだよくわかんないですけど、ね、でもちょうどね、夏休みぐらいなので、ね、ぜひいろんな地域からもツアーバスを組んでいただいて、お待ちしております。お待ちしておりますって言いながらね、言いながら、はい、私たちも今週も本番なんですよ ね、 そうなんですよね。今週か、明日だけどね。そうですね、レパートリーシアターという名前で、ここあの時間堂の持っている会場、トイロアンという場所で毎月公演をするということを今年始めておりまして、はい、3月は、今週金曜日、土曜日、18、19で、巨大なウェディングケーキ、これはですね、菅野さんと私ですねが、出演する中編と、こちらの直江と阿波谷が出演する、ジアログプランタニエという短編2本立てで、ここトイロアンで上演いたします。毎月ってことは来月もやるでしょ。はい、来月はですね、人の気も知らないで4月の中ですね、15、16の金土でこの3人、女3人